今回もやってまいりました。ブロンクスです。はい、ブロンクスです。ブロンクスってあるグランドコンコースって大きい通りなんですけど、はい、グランドコンコースって縦の通りで、縦の通りで横の通りの161から140までの、はい、長い間ですね。結構間に、はい、ブロンクス出身の、まあ、ラッパーなり政治家なりの名前をかたどったこういった電動の掲示板があるっていう、こういう、はいはい、一発目がここウォークオブフェイムです。プリンスボイス。それが今161なんですけど、140まで約20ブロックにわたって長いですね。行ってみたいと思います。はい。反対側にも標識ありましたね、アキート君。はい。なので往復する形になります。はい。これは何ですか？ガーバメント。イザコントリーオブヒューマンウィズダムトゥプロバイドフォーヒューマンワンズ。裁判所だ、コート。はい、フリカバンバーダのウォークオブフェームが、あくまでもいろいろ政治家とか、はい、女優さんとかもありましたけど、はい、とりあえず一発目のヒップホップレジェンド、次も下ってきたね、アキート。空が広いで、これはどこまでこのザ・ブロンクス、ウォークオブフェイムがあるんでしょうか。あれが一番最後。もう暑すぎてズボンまくってます。これ折り返すとおおよそ何ブロック歩きますか。またもう20ですね。もう20行きましょう。キャナルから、はい、タイムズスクエアくらいまで、かなりの距離です。かなりの距離です。20ブロックで、まあでもこれ冬にはできないんでね、うん、寒すぎ。ウエスト側は、うん、そして日沈むの早いと、夏のうちにやっときます。焼けてきちゃうんじゃないでしょうか、これ。はいはい、ブローヤードビートのダブでもおなじみ、はい、ダッツダブルエッジ。ありがとうございます。ブローです。先日の動画で行ってきた1520サジビックアベニュー、はい、QD の部屋で、はい、初めて妹のためにパーティーを行い、はい、ヒップホップというカルチャーを生み出したと言われているクールハークさんの壁画があります。はい、どうぞ。ここと予定ではもう一つある予定なんですけど、探して行こう。お願いします。壁画続いております。この一帯でも、まあさっきもクールハークだったってことは、もうやっぱすごいリスペクトされてるんでしょうね。ブロンクスの印象としてはどうですか？まあ、さっきの可愛い子が多いね。はい、黒人の可愛い子が申し訳ございませんけど、私たちのネイバーフードボロ負けです。カリビアン以外の人もいるし、はい、めっちゃ可愛いです。なんて言ってもカーテンだね。はい、そこまでですね。なんと言ってもですね、本当にそこやな、もう彼ら、うん、
すげえいい。さあ、いい絵撮れてますね、こちら。はい、探してみましょう。そこにあるこの美術館の近くやという情報でございますけども、向かいあるんでしょうか、こちら。なんていう美術館ですか。The Bronx Museum of Arts。第一村人に聞いてみます。おそらく、はい、僕たちが探していたものは書き換えられてますですよね。あの絵のこと言ってますよね。、うん、まあ、ブランニューインフォメーションということで、壁画の場所探して感じ。そう、これでありすごいですね。クールハークって書いてないこれ。ボンバーチュース。